皆さんこんこにちはあなたの魅力を引き出す演出家三輪理香です今日のテーマは場所のスステータス舞台を演出する時私が気にかけるのはどんな場所にどんな人たちがいるのかっていうことです。ステータスというのは人間関係のことですけれども実は場所にもステータスがあるんです居酒屋と高級レストランかえ下座と上座 小さな部屋と広い部屋低いステータスと高いステータスですね低い方がそこにいると気が休まったりもするので低いステータスというのは悪いことではありません一方でステータスの高い場所にいると自分のステータスも上がったような気になりますこれも素敵ですよねでも低いステータスの場所にいて自分の方が偉くなったような気持ちになる時もあります 汚い路地にペッと唾を吐けるのは低いステータスの汚い路地に対して自分の方がステータスが高いから低い方に対してひどいことができるわけですね。そして高いステータスの場所にいて自分の方がやけにステータスが低く感じるときもあります。例えば由緒正しい豪華な建物の中とか裁判所とかこれは場所のステータスの高さに対して あなたが圧倒されて縮こまって自分のステータスが低く感じられるからなんですステータスの高い低いは良い悪いとは全く別ですその場所によってその人の気持ちがどういうふうに変わるのかどういう状態になるのかステータスという観点からそれを表現すると舞台を見てくださるお客様にもその人のことやその場所のことがよく分かっていただけるんですねさてあなたはどうでしょう プレゼンスと場所のステータスとはとても深い関係にあります。どんな場所にいるときにどんなステータスを感じるのか、一度試してみてはいかがでしょうか。では、また会いましょう。